はい、こんにちは。ボッカンのこと申します。ウィニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回ですけれどもね、ご覧の通りなんとねナポリの星5、落札成功しましたので、早速ね、受け取り箱から受け取って、選手をね獲得していきたいと思います。さあ、まずはですねナポリですね。まだまだアンジョンファンとか残ってますよね。はい、まあそれはさておき、早速じゃあね選手獲得していきたいと思います。もうお目当ての選手ね、まずですねスカウト、ウォッチリストかな。はい、一体いくらのね、まあ、あの GP で落とせたのかというと2万 GP、まあ、非常に安かったですねナポリにしては。ということで、まあ、2番手が1万 5000GP やからもうちょっと下げてもいけたなということで、結構やはりねオークションにおいては、まあ、このね時期ですねもうだいぶ暴落しております。はい、まあ、最近の落札状況を確認してみてもこんな感じ、まあ、僕獲得したのが結構、まあ安値で済んだかなって感じ、まあ、通算の平均落札価格までもいかない感じですね。さあ、まあ、そんな、ね、自慢話は置いといて早速ね選手獲得していきたいと思います。で以前ねもうすでにスーパーサブの方は取っておりますのでナポリそしてスパサブこの2種類で取れるはず。はい、でねこれインシーニエと2人になるんですけれどもインシーニエはすでに持ってるんで、スパサブもちろんメルテンスをね、獲得していきたいと思います。先のワールドカップ、ロシアワールドカップでね、結構ね、ベルギー代表の一員として、大活躍しましたよね。ゴール決めたかな。ゴールは決めてなかった気がするな。もう30歳、さあどんな感じの能力なんやろ。一応スピードとかあってね、まあ、スパサブいいですね本当に。いろんなポジションできるんやね。 OK、 万能性も高いということで、あと右足ですね。右手か左、インシニアとちょっと被るかな。もともとポジションでどこなんだろう。スパサブ、はいはいはい、まあまあまあ、獲得していきましょう。この2種類で取れるということでいきます。いやー、まさかこの時期に選手獲得することになるとはね思わなかったですけれどもね。だいぶ GP が寒い感じになってますけれども、ここでねメルテンスを取ってまたねやっていきたいと思います。さあでもねレベル1からなんでちょっと使えるかどうかはねまだちょっと先になりそうですね。使えるの若干ガッツーズに似てますけどね。はい、ドリスメルテンス獲得しました。 OK、 まあ一応ね、レベル1時点でやっぱレベル1ではそんな使えないかな。81ですからねこれだったら金玉の選手入れてる方がマシだよみたいな感じになるからな。あ、 OKOK、まあ、ぼちぼちね、レベル上げてね、使いたいと思います。それではまあね、今日はメルテンスの方は使わないんですけれども、マイクラブ試合の方やっていきたいと思います。はい、それではね、対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。今回も、メインスカッドではなく、セカンドスカッドの方でやっていきたいと思います。さあ、相手の方のレートを見ておきましょう。レートの738ということでね。さあ、いきますか。おっと、スアレスがちょっと調子悪いということで、この位置に誰を使うかね。ムバッペ使うか。そうやな。いや、待てよ。いや、待てよ。そしたら左する人がいなくなっちゃうみたいな感じやで。まあ、とりあえずバラン調子いいからね、スタメンで起用しよう。どうしようかな。ここ、ルカク止めなあかんねんな。どうしよう。ルカクはこうだね。やっぱりまあ、ワールドカップでもね、バランがね、しっかり抑えてましたから、バラン信用。あとはカイル・ウォーカー。カイル・ウォーカー残しておこうか、そのまま。で、ポグバ使おう。ここにね、スアレスの代わりどうするか。さあ、その問題を、まあ、とりあえず放置して、コンセプトアレンジを追加している。デロシ。そして、カウンターターゲット、誰にもつけない。メッシ使おうか、とりあえず。せやね。メッシはとりあえず出場させます。ここでね。はい。右のウィング。で、コンセプトアレンジで、まあ、メッシフル出場してもらうためにカウンターターゲットつけましょう。あとはどうしようかな。これ、ほんま、どうしようか。スアレス。フォワードの替えを持ってきてないというね、なんか替えのパンツみたいな感じで言ってるけど、どうかな。ムバッペこのままで、真ん中に、ディバラ。これでいく？それかメッシ。メッシでいこう！はい。ちょっと思い切りましたよ、これ。で、ディバラでしょ？ディバラじゃなくて、あ、ディバラがいいかな。こねながらちょっとこう、うまいことみんなでね、
年サネ、インシニ、まあこの辺途中交代でいこうかな。マッペ、まあディバラはね前半だけにしよう。でメッシここにしてマッペを真ん中に変えて、でまあインシニアを投入する。はい、行こう。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。それではやっていきたいと思います。僕のゲームチャンネル VS スペイン、舞台はサンシーロホームですね。さあ、マッペ今日こそ活躍してほしいな。メッシもねあんまり活躍しないていうか、活躍しない人ばっかりいるじゃないか今日。 OK、 ここはちょっと失敗、取る。 OK、 ナイス。絶好調は伊達じゃない。どうする？この試合、あの偉大なるクラッキがピッチに立っています。ロナウジーニョですよね。一、はい、回戻すわ。ボールを持った時には目が離せないですよね。変幻自在のドリブルと意外性抜群のパス。失敗。オッケー。まあ、うわあ。何が起きた？まさに正真正銘のスーパースターですからね。さあ、まあまあまあ、なんかちょっと今日ゆっくりした感じで入ってますね試合。サイドのスペースへ走らせる。ん？どうなるこれ？お？豪華攻撃的なサイドバック。ああダメか。ロナウジーニョからリードレ。ロナウジーニョへ。スペインはワンツーを使う。ちょっと、あ、危ないな。普通に危ない。でも取る。対処すればいいんでしょうか。そうですね。よっしゃ。いけるぜ。スピードで。ついていくことが大事になりますね。ぴったりとくっついていればパスを受けた選手がツーを出せないですから、ね。オーケー。ちょっと崩してるぞ。よいしょ。一人でやけど。一人でやけど崩してるぞちょっとずつ。アセンスよダメイ。まずは最初にボールを支配している AC ミラ。まあ支配だけはしないけど、ボール支配と結果が必ずしもつながるかというとそうではないんでね。オッケー。さあディバラ、おっとナイス、ナイスメッシ。どうする？はい、ナイス。ああ、惜しいな。なかなかねアルゼンチンでは見られなかったね二人のコンビネーション。いや、あの位置からここにもねちょっと見どころみたいな。あ、ちょっとマッペ、お前本当いつも蹴りたがるな。キッカーメッシ様様、メッシ様様やね。メッシ様様な。見よ私のコーナーキックを。うん、ダメ。え、取られた。アホやん今の。アホやん今の。オッケー。よしよしよし。そこは簡単には行かせない。亀の子より年の子、どっちやったっけ？年の子より亀の子やったっけ？どっちやったかな？ルカからリードね。オーケー。危ない危ない。マジで危ない。よっしゃ。そこ一回戻す。はい、ディバラ行く。中央。よっしゃ、アセンシオ。これ広がってるぞ、だいぶみんな。アセンシオは自分で一人で行くと見せかけて。アセンシオ、なあ、ノイヤーかいて、ちゃうかな、どうやろう、なんかノイヤーっぽいな、外から、外から、遠くから見てもね、結構ノイヤーって分かりやすいからな、これでノイヤーじゃなかった、恥ずかしいな、ノイヤーや、ほら、メッシ、メッシ、はいはいはい、来い、ディバラ、ノイヤーが飛び出している、私だ、さあ来い、ほら、なあ、惜しい。まあ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 結構ね攻撃はなんか今のところうまいこと言ってる風ではあるね。なんか最近サブじゃないわ、サブじゃないよ、セカあいタイガー、よっしゃ、これは奪い返します。どうするこのパス、チャンス来た。セカンドの方が、おっと、セカンドの方がなんかちょっとね、なんやろ、思い切りがいいよね攻撃に。なんかメインやと本当にこねてしまうというか。よいしょ、一回戻すわ。あー、まずい、ちょ、キーパー。よしよし、どんなるまー。何の掛け声、ちょっと、魔法のランプの人みたいね。どんなるまーみたいなね、口癖。そんなキャラおったら恥ずかしいな。はい、メッシー、みんなちょっとね、右に偏ってきてます。ムバッペ、あーいやー、コースなかったな、今のさすがに。ちょっと中に絞る。カイル・ウォーカーが絞る。絞りすぎ、来すぎやから。でも取ったらええねん。取ったらええよ。ああ。結果大事やからね。結果っていうのは。ああ、何それ。危な。
はい、とにかくパス。はい、よっしゃよっしゃよっしゃ、押し出してくれた。ここはメッシ、ここは中に入る。メッシ、さあサイドを使う、抜けてくる、チャンス、ポグバから行けぞ、ナイス。あっちょっと、おい、狙ってる狙ってる、あかん、なんや、なんや審判、なんか文句あんのか。ほんまファール取られたわ。いや惜しいな。思い切って狙って、あちょっとごめん失敗。あやば、スルーパスを出す、オッケー。さあメッシ、もうちょっとオフサイドかからんとってほしいわ今のは。これでもうかかり出したら前に預けられへんかな。オッケー、ああ向かっか、え待って、ね、ああちょっと遠い。はい、取ってる。いや、さあどうだ、うん、ちょっとね相手の方が反応しとったからこうなってしまった。読まれたよ。マッペに出せばよかった。あちょっと待って、どうなってんの、あかん、あトニクロースからリードましたね。よしよしよし、さあとりあえず預けよう、マッペにね。アセンシオ、アセンシオ、ゼロシ、ディバラ、さあ、ディバラからカイルウォーカー、いや、ああ取られた、なんだこいつ、狙ってやがったな。さあ前半の方終了しました、0対0、まあシュートはよく打ってるんやけど相手はレイホン。はい、ということで後半いきましょう。はい、それでは後半戦やっていきたいと思います。ちょっとねスカットの方ねいじりました。ね、真ん中にムバッペを使って、でね、で、メッシをね右にやってディバラをまあ変えました、言ってた通りにね。でその位置に左にインシニアを投入してます。サロナジーニョキーパー、おい出てくる、我が名はメッシ、リオネルメッシ、あら、うんと、さあアセンシオ、はいはいメッシ、はいメッシ行くぞ、あら、なめか、おっと、さあ右へ預けて、どうだ、シュート、あら、なんだこのシュート、あーもうちょい、クリアされた、お前なんかに負けたものか、よいしょ、ナイス。さあ、いや完全に読まれている、そこで待たれとったわ。ミランとしてはこれだけ奪えているということはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。インシニからポグバ、さあどうする、うわ取られた、はいリードレみたいなやつ、裏のスペースを狙う、オッケー、オッケー、ちょっとオフサイド臭い、あーっと取る、自ら取れ、ここで中に仕掛ける、どうだどうだ、ムバッペいいパスだろ、はいシェイエ切り込む切り込む、さあどこに出してくる、コース開いた、開けた、さあうん、あれちゃうちゃうちゃう、どうやってる、トニクロース、うわ取れ、スペインが先ほどからどんどん、いやそれ前線でプレッシャーを、うわ良くなかったな、ね、カウンター食らいそうです、でも大丈夫、今ね積極的に行ってますからね。北澤さん、そのような高い位置でボールを奪えれば一気にチャンスになりますものね。なりますね。さあ、まあそのためには、おら、ナイス！よっしゃ、いいぞ。ポグバとね、ムバッペのゴールデンラインが誕生だよ。よし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 、いいぞ本当、でも今のね、このねフランスコンビ。ムバッペがねスタミナが心配だな、ね、まあ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 、まあはい、モラタ入れようかなと思ったけどもうちょい使うわ、ムバッペ使いたい、ね、来シーズンからねパリサンジェルマンで背番号7番になったんですよね、ムバッペ、決めました、1対0、オッケー、この辺のね1点の3つもありますよね、レイラ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 イと取れ。懐かしいネタめっちゃ使う、ニルソン・リンデロ、あれめっちゃ好きやってるな、おい首振っとんであいつ、取る、オッケー、なんか結構ね狙ってるなあれ、
なんやろ、ラインが今、ちょっとね、下のゲージじゃないわ。なんていうやろ。これなんていうの、下の。見とってんけど、なんかオフサイドトラップのように、選手が、ぐぐぐっと中に寄ってきますね。うん、選手はいいよ。いやい、ちょっと。アセンシオ、ワールドカップで活躍してほしかったな。だいたいスペインね、まあ、監督解任されたからな。それがもうすでにね、もうその瞬間、あ、今回のワールドカップスペインダメだと思いましたもんね。あ、モラタ行こうかも。ちょっとね、ムバッペしんどい。しんどい、しんどい。インシーニャ、いや、マッピをね、ま、もう一回元に戻してっていうのも、まあ、ありかなと思うねんけど、どうだろうか。まあ、アセンシオがちょっと、あれなんで、サネにしましょう。ここはコネル系とスピード系みたいなんで、いや、役割をね、変えるとね、いいと思います。二人、なんか二人、両サイドとも前に前進する、まあ、なんていうんだろう、スピード系。まあ、要は僕二通りぐらいね、なんてやろう。サイドというか、まあ、いけるか。危ねえ。こういうインシーニャのような、まあ、コネコネ系と、サネのような、まあ、スピードがとにかく速い選手。スピード系と、まあ、二種類、まあ、考えてるんですけれども、タイプが二つあるなと思ってるんですけど。まあ、そのタイプっていうのは、なんか一緒のやつじゃなくて、二つともなんか、スピードと、ちょっと待ってね。今感じ、お、ちょっと待って、危ない。キーパー、お前何して、ちょ、怖っ。な、その足技いらんで、危ないで。それな。ワールドカップ決勝でもあったからな。どんなのも気をつけよう。決勝になってんねん、それ。ああやられた。セットプレイ。いや、でもね、まだ、行こう。いや、でも、悔しいな。ん？何がおかしいんだこれ。ああ、まずい。監督の采配見事的中という感じでしょうか。導入直後のゴールです。デルピエロ。OK。さあ。監督見事な采配でしたよね。さあメッシ。そしても交代直後に決めることができたので、ここからいいか。シュート。ナイス。ああ、ダメか。左足でやっぱりちょっと精度が低いのかな。まだ時間ありますから。まずい、まずいぞ。あー最悪、なんで、危ない、危なすぎる。なんとかなるか。よしよし。うわ、もうまたコーナーや。もう一回失点するとコーナーこうなるよな。デジャブというか、なんというか、さっきの失点が頭をよぎるみたいな。そうさせるか、簡単に蹴らすためか。いや、変えようがない。もうごめんね、無駄なことしたわ。ちょっともらったら戻ってきたらあかんやろ。お前も一応カウンターターゲットみたいなつけといた方がよかったか。走れ、みんな走れ、走るんだ。いいとこまで行ったんですけどもね。あとワンプレーあるかな。ミランとしては OKOKOK、 残りこの時間でなんとかしたいところですよね。メッシへ、メッシからもらった。これ仕掛けるか。え、取れる？ポグは、よし。オッケー、ナイス、ナイスやけどそっちじゃない。あーもう、終わった。はい、試合終了ですね。いやー悔しい。まあ、ただね、そんなに今代表的には悪くなかったんじゃないかなと思いますね。セットプレーの1失点やからね。ではもう1点取りたかったな。この引き分けをどう捉えるかですよね。いや、このアルゼンチンコンビね。ディバラからメッシ、あ、違う、メッシからディバラか、メッシからディバラのアルゼンチンコンビ、あれもちょっと得点の匂いがしたよな。で、あとね、ゴールが決まったムバッペと、誰だ、ポグバのフランスコンビ、このフランスコンビ結構いいな。悔しい、悔しい。結構攻め取ったんやけどな。ねえ、いや絶対これか、これが得点シーンか。いやー、バッペっぽい。無理やりにでもゴールパフォーマンスでもしたらよかったかな。サムネがねえわ。マッペのサムネが欲しいな。
もしもここにメルテンスがおったらどこで使おうかな。メルテンスがおったら、正直ちょっとあんまりねメルテンスのことを知らないんですよね。まあ、去年はダゾーンで結構ナポリの試合のハイライト何回か見たんですけどね、なんかメルテンスの長所っていうのがいまいち僕見えてこなかったというか、うん、まあまあいいか。はい、まあ、その辺はね、他の動画とかを見たりしてね、ちょっとまだ勉強してみたいと思います。はい、ということでね、まあ結構圧倒的に支配したんですけれども、シュートもたくさん打ちましたけれども、試合の方1対1ということでね、引き分けに終わりました。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。